ガッツガッツ生きてたの一体どこでどうしてすまねえリッケルトその前にあいつはキャスカは無事かキャスカはキャスカはいないんだどういうことだどういうことだリッケルトなぜだいつから一体どこへ <laughs> ど前のことだよ長い行動暮らしでキャスカはかなり参っててそれを見かねてエリカが外に連れ出して気がつくとお姉ちゃんいなくなってたの日が暮れるまで私探したんだけど見つからなくってだがリッケルトお前はここで何やってたんだキャスカがどんなだかはよく分かってんだろうなのに どうしてお前はここにいるどうして探しに行かねえんだカンツのバカ,バカ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 何さ自分のこと棚にあげてお姉ちゃんをほっぽっといて自分は2年間も勝手にどこかに行ってた くれたここに帰ってきてくれたんだこれからしんみり大王女を決めこもうって時に騒がしいバカが帰ってきやがったぜまあ死に目に会えたんだ神様の粋な計らいってやつだな だら、うだうだ聞くのもおっくうだ。剣と義手を見してみ。はこぼれ、血さび、ゆがみ。十年使い込んだってこうはなのに、ね。化け物とやりあってんだからまともじゃねえよな。だがな、その訳が仇討ちにしろ、復讐にしろ。おめえ、ねえ てやしねえか戦に憎しみによう何まあ聞け死に際のじじいの繰りごとだおめえの心にはでっけえ運ぼれが恐怖って名の亀裂が走ってやがる分からねえよあんたには分からねえよ誰にも人間にはあれは分かりっこねえ 死んだ。一人残らず。何の脈絡もなく、唐突に、理不尽に、虫けらのように。何も分からないまま。みんな若かった。生きてりゃなんかやれたはずだ。なのに一瞬で、俺にとってはかけがえのない。そのかけがえのないものを取り出して、お前は一人で行ったんだ。 最後に残った掛けがえのない者の,の傍らにいて、一緒に悲しみに身を浸すことに耐えられずに、お前は一人、自分の憎悪で身を焼くことに逃げ込んだ。違うかおめえにリッケルトを責める資格はあるのか仲間のあだちを口にする資格はあるのか肝心な時になると、 おめえは一人を選んじまう。戦に頼んじまう。おめえは一本の抜き身の戦場刀だ。無数の刃こぼれと血でぬめり錆びかけの致命的な亀裂の入っちまった折れかけた剣だ。